どうも、ゆうさん団長です。今回はソロギターで誰もが聴いたことがある名曲キラキラ星を使った練習方法を5つ紹介していこうと思います。後半に行くほど難しくなりますが、自分のペースでゆっくりと弾いてみてください。では行きましょう。